ソニーグループは4月から9月までの中間決算で、音楽事業の好調さに加え円安効果もあり、売上高が5兆円を超え、営業利益も過去最高です。ソニーグループが発表した4月から9月までの中間決算では、売上高が前の年の同じ時期から 9.4% 増えて5兆633億円でした。営業利益も 8.8% 増えて6510億円で、いずれも過去最高です。音楽ストリーミング事業が好調な上、円安効果も要因です。来年3月までの今年度の業績見通しも、円安効果などで増収が見込めるとして、1年間の売上高はこれまでよりプラス 1%、 1000億円引き上げ、11兆6000億円と見込んでいます。為替が大きく変動する中で、ゲーム事業の減益を音楽や半導体事業などが補い、バランスが取れたとしています。